皆さんこんにちは。二千二十年賃貸不動産経営管理士試験、えー、公表解説始めていきたいと思います。担当はレック専任講師亀田です。よろしくお願いします。はい、それでは皆さんお疲れ様でした。賃貸不動産経営管理士ね、えー、試験ですけれども、えー、まあ。 力は出ししたでしょうか、えー、今回ね、えー、まあその、えー、本日行われた2020年の賃貸不動産経営管理士の、まあ、どういった試験でどういう状況かっていうところね、まあ、若干の好評と、まあ、特徴的な問題ね、えー、まあ、それの一部解説やっていきたいと思いますのでまあ、25分から30分ぐらいのね、えー、時間でやっていきます。お、えー、お付き合いいいいくくださいまますよろしくお願いし願はい はい、では、えーっとまあ、今回の試験ですけれども、公、ま、表、あ、があったように50問で実施されております。まあ、全て4択でしたが、形式的な特徴としては、やはりね、あの個数の問題とか、それから、 組み合わ50問の中で、えー、で個数が、えー、免除科目も踏まえて6問ですかね、えー、50問のうち6問ですから結構多いですね、えー、それから組み合わせが多かったですね、えー、これが8問でした。 で他はもう単純な、まあ、4択整合などなどの、ねえー、問題でしたが形式的には、ねえー、そのものでした。で昨年に比べると10問増えた分ですがまあ大体出題されていた範囲で、えーまあ、1割ずつ増えたかなっていう感じですね特徴的なところを挙げてるとするとまあ卓研業法なんかがね、えー、ズバリ、えー、まあ えー、継承票も踏まえてね、えー、2問3問増えていたあまあ取材されていたところですねはいそれから民法の改正に関しては保証でまああのいわゆる個人、ね、保証のところが聞かれていたりそれからちょっとね、えー、細かいところなんですが債務不履行を解除する場合には、まあ、特に、えー、債務者の規制,規制要求されないっていうね、まあ、そういったところがまあ ちょこちょこっとズバリズバリというよりもね、ちょっとスパイス的な形で民法改正が聞かれていたというところですね。はい。それから登録関係ですが、まあ、ここはま例年通りと言いますか、まあただし若干細かくなっていたっていうところがね特徴として挙げられます。 でえーまあ、そのほかはまあおおよそ、ねえー、予想がついたところですね、えー、設備系がそれほど多く、ねえー、増えるわけじゃなくて、えーまあ、問題数でいうと6問ぐらいでしょうかね、えー、免除科目の方も踏まえて7問ぐらいですから予想の範疇でしたその辺は予想の範疇でした。 ただし何点が合格点になるかっていうところはさすがにね予測はできないところです。えー、でです、まあ、あくまでも断りの上ですが昨年と同レベルの合格率、えー、昨年が36.8%ですから4割ちょっと切ってるところですね。それと同じぐらいの、まあ、合格率でっていうことを前提にしますと昨年の問題よりもまあ内容としては 結構難しかったと思いいますはい、ですがまあ、組み合わせの問題8問あったんですがまあ、1足2足が「a という問題があるものまあ足があるものの結果的に回答が取れたりそれから、えー、設備の問題が大体あの常識感覚で取れたりするのでそれほど点数は下がらないかなっていう難か内容が難しいわりね。ですから 点数としては、まあ去年とそんなに変わらないんじゃないかで、去年の、えー、昨年のね。2019年のまあ、合格ラインが40問のうちの3えー、29点ですから7割ちょっと超えてるんですね。まあ、そこから推測するに。まあ今年は50問でしたので、えー、まあまあ7割前後のところ。えー 点数ズバリっていうのはなかなか申し上げにくいところですけれどもまあ7割前後まあ、えー、そうですね、えー、まあ7割超えてまあ余裕がある方はまあ安心してもいいのかなっていう気がしました、はい、ただここはあくまでもね先ほど言った昨年と同様の、まあえー、合格率ということが前提それからまあいろいろちょっと今回もですね難問かは、えー、もちろんあの回答としてはねレックでも公表しておりますがね、えー、あくまでも推測の段階で えー、まあ言ってしまえばちょっと問題の作りが雑なところがあったり、えー、というところそれから明らかに失敗作かなっていうのもあったりしたのでその辺がねちょっと回答も微妙なところがありますのでね、まあ、そこはもう私どもと言ええー、してはですね、えー、発表まで待ってくださいとは、えー、としか言えませんのでね、まあ、その辺はね、えーまあ、ご了承くださってたと思います。はい でです、えー、何問かだけですね、まあ、今回、まあ、合否を分けたというところじゃないんでしょうけれども、まあ、特徴的であったような問題それから、まあ、科目別の、まあ、特徴ね、まあ、そういったところを挙げていきたいと思いますのでまずはですね えー、まあ問題の並びは、えー、昨年までとあんまり変わってないですかね、えー、前半部分がいわゆる、まあ、賃貸不動産経営管理士とかそれから寛、えー、業者の倫理観、えー、それからまあ個人情報の取り扱いなどなどの問題として問いの1番から5番までですね えー、法令としては個人情報保護法であったりですね、えー、がありましたがねそれから、えー、ありましたが、まあ、この辺は問いの5番まではまあほぼほぼ常識的な範疇で解ける問題、えー、まあこれが多かったですね。ただし問いの5番のいのの番わゆる、えー 住宅確保ね要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律、えー、ですねいわゆるセティネット法においてはちょっとね引っ掛けというかねちょっと細かいところが出てきたのでこれは問いの5番は落としてもいいのかなというは気はします。はい 問いの5番までであれば、まあえー、問いの5番ね、まあ、これはちょっとね落としていいかなとは思います。あとは常識的な範疇で回答できるものもあるしそれから問いの3番の個人情報保護法はね、えー、確かに正解足の1番は細かいんですけどほかの、まあえー、234のね、えー、これからね、まあ、消去法で解けたりするのでっていうところですね、はい、今回意外とですね。 4足の中で単純4択の中でも、えー、他の足が明らかに誤りです、えー、からということで何万しか残らないだろうということで消去法で解ける問題も結構多かったような気がします。まあ、そのののの特徴でであっったたがが問いい番目すすね個人情報方法なんかかそそ典型例だったかとは思います、はい、それからえ今度はですね問い番号でいうと6番から問いの15番までですね まあここがいわゆるえまあ賃貸不動産経営管理士それから賃貸住宅管理業者のですねまあ登録関係の問題ですね内容としては比較的優しい問題え何問かが難しかったかなっていう気がしましたねはいえー問いの16番から5番まででえっとそうですねまあ優しい問題でほぼここも常識的範疇から取れる問題があった中でそうですね ちょっとこれ嫌だなと思ったのが問いの7番それから問いの8番でしょうかねはい問いの7番はですねまあ登録事項に変更があった場合のね、えー、まあ届け出事項ですねこれで誤っているものはどれかというところですね引っ掛けはちょっと渋いというか汚ねえやり方だなっていう気はするんですね、えー、でまあ誤っているものとしてね挙げているので足前の4番目のですね えー、法人である場合においてその役員および従事従業者の氏名、えー、これに変更があった場合には届出が必要なのかっていうところですねでこれまあ,あの規定第10条に基づきって書いてあるので規定10条を確認しますと役員および使用人とあるのでね、えー、使用人ということです。 使用人と従事従業者はどう違うんだっていうことなんですが、まあ、ここで言う使用人というのは、ね、契約締結権限などを有するということなので、まあ、あの従業者全員じゃ言うわけじゃなくて、まあ、重き住職についてる、ねえー、使用人ということで、まあ、そこからそれから他の足がもう絶対正しいのでね、えー、その足の4番目、えー、が、まあ、これが誤、えー、っているのか、えー、まあこれは従事従業者でなくて使用人、ねえー、というところでした。 あそこと、まあ、もう一つ、まあえー、ここまでちょっと常識論となるんですが12従,従業者一人一人の氏名が変わるたびに、えー、届け出が必要となると業務にに非常に差し支えが出てくくるほど多くなりますね、えー、一人一人の従業者のね、まあ、ここでいう氏名というのはもちろん退職就職も入っておりますのでまあ 人の出入りが多い業界なのでここでですね一人一人の従業者のね氏名が変わるとまあ届け出がいるとなるとこれもちょっと大変でこれありえないだろうというねところをまあちょっと推測できたかとは思います。はい、えー、まあこれはね、えー、まあ引っ掛けは渋いといえば渋いんですけど、まあ、回答はできたかな。 まあ、ところが問いの8番ですねこれは落としていいかなという気はします。えー、というのはですね回答としては、えー、こちらは、えー、規定の10以上に基づいてですね、指導とか助言勧告をすることができるものをね、えー、で回答は誤っているものなので、まあ、結局その、えー、指導助言勧告を行なえー、ないものなんですがそこからいきますと足の1番目業務に関して不当な行為をした時ね。 えー、これ指導とか助言を受けるときは著しく不当な行為をしたときだけなので、えー、不当な行為全般で言われたときね、えー、これが正しいかというとここは誤りと言わざるをえない。まあもう少し簡潔に言うと著しく不当な行為をしたときだけであって、えー、単純にね不当な行為、えー、ということはね、えー、これ。 該当しないというととうころですもうこうなってくるともうええー、へりくつになってしまいますけどねまあこれは、えー、規定とはちょっとね、えー、違うところだからまあここはねでまあもう少し言うと。 ここがですすねね、えー、を害する行為とか、ね、それから法令に違反って言えばもうこれ差別なくこれはね指導とか助言対象ですからまあ沸ですから不当ですからねまあここは著しい,い場面だけでしょうというところですね、えー、なんか政治家の言い訳みたいで嫌ですけどねまあそういうところでしたね、えー、まあそれらを除いては比較的、まあ、点数も取れたかなっていうのが、えー、登録関係ですね。 それから、問いの16番から18番まではまあ宅建業法関係ですね。で、宅建の勉強してる方にとっては非常に優しかったと思います。で、宅建に関してはね、ほとんど勉強してないっていう方にとってはちょっと酷だったかもしれませんがね、ね、えー、まあその点についてはちょっと嫌な部分はありましたがね、ねえー3問。問、う、分、ん、宅建業法からの問題でした。それからえー、っと。 賃貸借関係まあ民法や借地借家法も踏まえてやっぱりごっそり出てきてましたが、ね、番号でいうと問いの19番から29番あたりがいわゆる賃貸借関係の、まあ、民法借地借家法からの問題でした。 定期建物賃貸借なんかも結構多かったのとそれからですね、えー、まあ破産とかね、えー、まあそういったことも出てきたあるいは補償を絡めるような問題でしたが、えー、まあどちらかというと点数自体は取りやすかったかなという気がしました。はいですねまあ 難しいところを聞いているのであればですね、まあ、組み合わせであったりしているのもあったんですがここでちょっと特徴的な問題となるとそうですね、えー、ちょっとこれ冒頭に言ったんですが問いの24番、えー、なんですがね えー、貸主がまあ借り主の賃料不払いとしてね契約を解除いわゆる債務不履行を理由に解除する場合の記述で誤っているものの組み合わせというところですねここでやっぱりポイントとなったのは足の「い」だったと思います。いね、で、えー「い」ちょっと読み上げますと「借り主に対して解除を通知した上で建物明け渡し請求をね、えー、提起した」 貸主は賃料の不払いについて借り主に濃い過失があったことについては立証する必要はないとねいうところですねはい、えー、これは、えー、まあ、今年の民法改正の中でまあ、債務不履行に基づいて契約を解除する場合はまあ、そもそも論ですがその債務者の 規制性これは特に問いませんまあ規制性というのはその制度の責めがあるかどうかというところを問います。あの損害賠償請求する際にはその債務者の規制規制ねこれを問うこととなりますけれども、えー、このね解除に関しては特に規制規制要求されませんですから、えー、その借り主に濃い過失があったことについての立証ねこれの請求、えー、必要があるかということなんですがまあこの点についてはね必要ないで仮に行くいですねまあ先ほどこれ損害賠償請求は えー、奇跡性だっ,ったんですが、まあ、この場合、えーまあ、実を言うと賃料の支払いなのいわゆる金銭債務ですからね、まあ、その点についてもまあ鯉家、えー、出請は要求されておりませんというところですまあいずれにせよ解除する前提としてね鯉化出請は要求されておりませんのでその立証も不要だろうということでこの足のいいね誤りまあそこが ななかなか気づかないとところかと思いいますがね、えー、気づいてしまえば、ね、比較的容易な問題でしたというところだからこの辺まあややというかかなり、あのー、細かいというかね本質ついた部分を聞いているので、まあ、その辺は、えーまあ、この賃貸借関係でも結構なレベルは上がっていたかなっていう感覚はありましたね。はいまあ、その他は えー、まあ点数としてはねえー、です問いの19番の定期建物賃貸借これちょっと範囲から外れてるかなっていう気はしましたまあ実務をねえー、まあ細かくされている人にとってはねああその通りですというのはしかもかなり昔からね この定期建物賃貸借の実務をされている方はね、えーまあえー、気がついたかなっていうところだったんですが問いの19番は、まあ、あの過去にもこの辺には聞かれたことはないしえーえー、というところもあったりするのでね問いの19番の定期建物賃貸借の問題は落としていいかなっていう気はしました。はい えー、まあここがね、えー、全体的な感想ですが、ここ、まあその他の点にはね、えー、いかにね落とさないかっていうのは、今年ね、えー、まあ一つ、まあ今年と言わずね、まあ例年のね、やはり課題だったかなと思います。えー、登録関係、えー、それからそのね民法、借地者家法の賃貸借関係、ここでいかに落とさないかね、えー、これが一つのポイントでしたから、ね、というところですね。はい、まあ、でした はい、で問題の構成としては問いの30番から35番までですかね、えー、ここがいわゆるあの現状回復なども踏まえて賃貸の,あのいわゆる実務の問題滞納の、えー、関係なども踏まえてねっていうところでした。はい、で難問と鬼門、えー、がちょっと両極端でしたが。 問いの三十番から三十五番までの範疇で言うと。問いの三十三番以外は、ちゃんと取ってほしいかな。っていうところでしょうね。はい、そこを、まあ。落とさなかったかな、っていうところです。はい。ですね。まあ、やや、ええー、上司感覚。で、問いの三十三番は、えー。ちょっと依頼、いろいろ問題点があるもののですね。えー、問題自体が。 個人情報の取り扱いに関する記述ということなので個人情報についてのまあ問題だっていうことを考えた時には足の1番目、ねえー、というところです。はいえーまあ、というよりも、まあ、足の234が、えー、不適切とは言えませんので、まあ、それを考えるとですね足の1番目借り主から新型コロナウイルスに感染したとの連絡を受けて速やかに貸主及び他の借り主に対して感染 借主を特定して告知した、まあ、ということは文言から素直に読み取ると「誰々さんが、まあ、感染した」っていう告知、ねえー、です。でここはその感染を止めるというところの観点ももちろんあるんですが個人情報の取り扱いということを考えるとですね、えー、この点に関してはさすがにね、えー、まあ 速やかにその借り主を特定して告知してしまうと、ここはね、えー、やはりね、個人情報の保護というところから、まあ、外れるんじゃないかなというところです。ただ、この問題はちょっとですね、えー 回答とととして絶対こここだだは言いいい切れないところがありますののでね、えー、その点はご了承くださいただ他の足見ると、えー、2番3番4番目がですねやはり個人情報の観点からすると、まあ、適切だというところですね足の4番目確かに普通郵便で送付したっていうこととありますけれども、まあ、その点に関してね、まあ、個人情報というところの取り扱いに関すると、まあ、普通郵便で出すのも、えー、まあ書き留めで出すのもねそれから他の、ねえー、まあ方法で出すのもそらか あらない,というところ、ね、紛失うんぬんかんぬんの可能性考えた時にね、えー、着実に、まあえー、到達させるかっていうとそれは普通郵便よりももうちょっとちゃんとしたものにした方がよかろうというとことありますが、まあ、個人情報の取り扱いに関してはそれほどね大きな影響が大変なので、ね、不適切までも言えないというところからねまあ、回答としては1番目問いの33番ね、えー、したところですはいでしたね。ははいいその辺でしょうか、はい、まあ そのほかに関しては、まあ、先ほど言ったように比較的に、ねえー、点数は取りやすいところですので、まあ、そこはね落とさないようにというところでした。はい、それから、えー、問いの36番から41番までですかね、えー、で思ったほど問題が多くはなかったですかね、えー、設備系の問題ですので合計で6問ですかね、えーまあ、免除科目で1問入ってましたけどねえー、っと6問です。で 内容はぼちぼちちのここととを聞いてるんです、ね、ところがですすねねろがほぼほぼ常識感覚でわかるだろうっていうやつがまあ大きかったんで、えー、ですからまあちょっと解きにくかったとすると問いの40番、えー、給水設備、えー、というよりもあのいわゆるうー給湯ね、まあ、燃料の問題でしたが、まあ、ここはちょっと細かいところというかね、えー、ちょっとまあ専門的な知識のことを聞いているのでまあ 落としてもいいかなっていう感じですね。はい。えー、ところが他の足は、えー、まあ、えー、落とさないようにっていうところですね。えー、です。はい。でこのまあ設備の問題はですね、もうやればキリがないんですけれども、えー、まあパターンとすると過去問で出た範囲は必ず解く でそれ以外でもまあ常識感覚で取れるまあ、えー、というところが結構あるのでねまあそこはわからないはてなという問題でもね、えー、例えば足の39番です吸水管の保温不足による結露は漏水の原因とならないそんなアホなことあるかいっていうところね、えー、そのツッコミだけで結構ですのでね、えー、でした。ははいい、えー、ですね、はい まあそういったところでね、えー、まあ容易に今常識感覚で回答できるっていうところもね、まあ、結構多かったので、まあ、そこでね、えー、っていただければちょっと勉強のしがいがなかったといえばね、えー、その通りだという感じにはしますがねはい、えー、でしたね。はい、で問題は問題はっていうのが解きにくかったかなっていうのがですね えー、税関係ですちょっとやりすぎだろうっていう気はしました、えー、問いの43番から、えー、44番ね、えー、まあ43と44番ですかね42の保険の問題はもうこれはね容易に回答でしてほしいところでもちょっとここもきつかったかな42番もね保険の問題それから4344の、まあ、税金の問題これはまあ落としていいかなっていう感じはしましたのでね、えー、あんまり気にしないでくださいはい。 はい45番、えー、例によってプロパティマネージメントアセットマネージメントの違いですかね、えー、まあこれもね比較的容易なところだったのでまあ、45番までの免除以外のところでもですねまあえー そうですねまあ特徴としてはそれほど、まあ、全般的にまあ難しくなっていて、えー、確実に取れる問題ね、えー、これを取ることそれから、まあ、組み合わせでなんとかたどり着くとこそして、えー、設備なんかね常識感覚でこういうところをね、えー、まあ、いかに、えー、取っていくかっていうところがありました。はいで 最後になりますが、問いの46番から50番えー、まあ、免除対象ということとなっております。で、内容で言うとですね、えー、難問と優しい問題が両極端だったので、問いの46。それから474それで2つ飛んで50番ね。 まあこういったところはまあ過去問からそれからやや常識感覚であったりするんですが解けるところですね。えー、で48それから49に関してはまあこれは落としてもしょうがないかなっていう感覚はありましたね。はい 問いの四十八番は、えーまあ、足の一番目と二番目がね比較的容易に、まあえー、切れるというか、まあ、正しいのでね三、えーまあ、と四の二択になったと思います、まあ、そこまで行くと、まあ、回答としては、ねえー、感覚的に解けるかなという感じはありましたがね、まあ、これは落としていいかと思います四十九は,い、はあんまり大きな声で言いたくはないんですけどひょっ としたら失敗作かなっていう気もしないでもないですね。はい、えー。から作成者が意図したところとずれた問題になってしまいましたて、えー、る気はしますので、えー、これはねあのもういろいろ考えても仕方がありません。えー、まあどういう発表がなされるか、それからシレット何番が回答になるかというところね。僕は今現在の段階では言うことができませんので、えー、そこはねご了承ください。まあいずれにせよね、まあこういうところじゃなくて他のね、えー、問いの 4644750これ落とさなかったかなっていうところがね、えー、一つポイントとなりましたはいですねでまあ詳細の解説などはねちょっとねこの時間の中でしたが、まあ、特徴とそれとね、まあ、あどういったところから取らなきゃいけないのかっていうところ、えー、問題解説それとレベル感ですねで再度になりますが、まあ、50問続いていることはまあ えー、昨年、それから、えー、一昨年に比べると内容自体はもうやっぱり、ね、難しくはなっておりますから、えー、過去問から外れているところももちろんあります。 がなんだかんだ言いつつに50問の中で半分ぐらいはね、えー、過去問しっかりやってて、まあ、半分強かな、えー、十分取れるところですね。でやはりね、えー、50問になってくると捨てもんは捨てもんでやっぱり出てきてますのでそこに変に時間かけないか買ったか、えー、というところねそれから、まあ、そういう問題のその難問疑問が続いた時に、えー、優しい問題まで 勝手に深読みしてしまってないかというところ、ねえー、ですまあ50問の構成の中でも比較的容易に解ける問題がやっぱり25問からね30問近くありますのでそこをいかに落とさなかったかなミス少なくしたかというところと、まあ、過去問や,なんやるということはああここ過去問で出てないからあんまり深く追求しても意味、えー、仕方がないじゃあ常識で解ける範疇だけで解いてみようということのここに停止してしまえば 思ったよりもかは点数取れたかなっていう気もねし、えー、たところでしたはいですねまあいずれにせよ結問からするとね、えー、まあ過去問から外れて勉強したところでまあこれが費用対効果として上がってくる方は、まあ、これ全然進まないでしょうねで過去問をやることによって、えー、全問過去問ということはなかなかいきません、えー、まあ半分程度ですけどいかにそこを落とさないかっていうところがまあポイントでしたのでねまあここからの対策としてはやはりね過去問というところが中心になってくるかと思いますはい では、えー、今回賃貸不動産経営管理士ね、えー、試験の、まあ、公表、えー、それから、まあ、一部解説というところでお話しさせていただきました、はい、発表、えー、これについてはしばらくお待ちくださいそれからレックの方としても、えー、一応推定点出しますので、まあ、そこまでねお待ちくださればと思います、まあ、今日はいろいろあったかとは思いますがね、えー、少しゆっくり休んで、えー、ねぎらっていただければと思いますので皆さんお疲れ様でした。